スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、鈴木みのりのキャッチナウ。はい、こんにちは。第4月曜日担当の鈴木みのるです。そしてアシスタントの長吉翼です。はい、という2人で元気に明るくお届けしております。先月第1回放送ありましたけれども、いかがでしたでしょうか。長谷さん、いかがでしたか。私はすっかり楽しめましたけどはい、はい、私は、はい、ぜひね、皆さんのご意見なんかも伺いたいですよね。そうですよね、ぜひ質問なんかも受け付けたいと思っておりますので、はい、進めていきたいんですが、さて第2回、今回長谷さん、今日はゲストをお迎えしてのキャッチナウなんですね、はい。早速ゲストの方のご紹介をお願いいたします。はい、本日のゲストは株式会社クラウドワークス広報担当の村田拓さんです。はい、最近注目されているクラウドソーシング業界のリーディングカンパニーであるクラウドワークスさんなんですね。クラウドソーシングってあんまり聞いたことはまだない、ピンとこないです ね。聞いたことぐらいはありますね。聞いたことはあるってことですね、はい、で、クラウドソーシングっていうのはですね、社外の不特定多数の人に比較的専門性の高い業務を外注するっていう意味なんですね、はい。で、クラウドワークスさんは、各企業の業務内容、いろんな仕事がありますんで、それを提示して、やりたいって思う人のですね、マッチングをインターネット上で行うっていうのをビジネスにしてるんですね。具体的にはどんな仕事があるんですか？はいはいはい、ちなみに当社でも利用させていただいてるんですけども、ウェブサイトに掲載する編集記事ってありますよね。はいはい、記事、読み物ですけども、それのライティングであるとかですね、はい、ありますね、記事のね、はいはい、書いていただくやつですね。あとウェブページの制作ですね。なんかそれって普通は、はい、その専門的な制作会社とか編集プロダクションとかに依頼するような仕事ですよね。そうですね、そうなんですけれども、制作会社さんとかですね、プロダクションさんにお願いするほどの量じゃなくて、ちょっとこれぐらいの分量ちょっとやってもらえるかなとか、会社に発注するほどのものではないんだけどなっていうのってあるじゃないですか。ちょっと1ページ2ページお願いしたいなとかいうものですと、ちょっとスキルのある個人の方の方が料金的にお安いですし、そうですね。で、それから仕事も早いんですね。なるほどなるほど。はいはいはい。で、そうなりますとですね、主婦の方ですね。ちょっとお子さんがいらっしゃって、会社には行けないけれども家で仕事をしたいという方であるとか、あとプチ稼ぎ。ちょっと平日はサラリーマンやってるんだけど、週末ちょっとなんかできないかななんていう人にですね、プチ稼ぎしたい人でも、こうスキルがあればですね、そういう制作のスキルがあれば、お仕事ができると。でその仕事を紹介する仕組みになってるんですね。ってことはなんかこう現代版の内職みたいな感じですよね。いいことおっしゃいます。そうですね、内職いいこと言っちゃいます。今や内職もネットで探す時代っていうふうに言えるんですね、はい。ということで、今回はクラウドワークスの村田さんにですね、クラウドソーシングが女性の働き方を変えるのかということをテーマに、大きな話なんですけどすごい大きな話ですけども、お話を伺っていきたいなと思っております。鈴木みのりのキャッチナウ。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい。日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。鈴木みのりのキャッチナウ。それでは早速村田さんにお話をお伺いしたいんですが、再度クラウドワークスさんの紹介をお願いします。はい、
はい、どうも、クラウドワークスで、広報しております、村田と申します。どうも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも、鈴木さん、まずはお久しぶりでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。先日はどうもありがとうございます。実は、先日ですね、はい、鈴木さんに、弊社のインタビューにお越しいただきまして、そうなんですよ。なるほど、なるほど。いろいろお話、代表の吉田がさせていただいていたんですけれども、はい、今回、突如、はい、この第2回目ゲストということにお招きいただきまして、もうどんだけ大好きなんですか。一目惚れってやつですか。ご注目いただきました。インタビュー行くは2回目ゲストだ。もう大注目なんですね、私なるほど、はい。ですね。で、先ほどの鈴木さんの方からお話あったかと思うんですけれども、はい、パスリさんでも、クラウドソーシングサービスご利用いただいているということで、はい、で、かなり詳しくご状況もご説明いただいたので、なんかもう、はい、話することないなって。とんでもございません。そうですね。少し先ほどそのクラウドソーシングサービスが、内職のようなものだっていうふうにこうおっしゃっていただいたんですけれども、はい、まさにそういったところありまして、はい、オンラインで、インターネットを通じて非対面でお仕事ができる、お仕事を紹介しているサービスなんですね。はいはい、で、具体的に言うと、今ご登録いただいているのが、約15万名。で、70業種の、プロフェッショナルの方が登録しています。70業種。で、まあ、そうですね。なので、イメージとしては、昔からの電話帳、ね、職業別の電話帳ってあると思うんですけれど、いろんな業種が書いてますよね。はいはい、で、あれに、それぞれの人の通信簿がついてるようなものだっていうふうにイメージしていただくと、通信簿。例えば大工さんとかいろいろありますよね、はい、横にこの大工さんの腕前このぐらいみたいなものが書いてあったらすごく便利じゃないですか。そうですね、ええ、それと同じような感じで、まあちょっと大工さんの仕事はないんですけれども、はい、例えばですけれども、はい、その何でしょうね、記事の先ほどおっしゃってたその記事の執筆ですとか、編集記事とかね、デザインのお仕事ですとか、はい、そういったものをなさってる方がそれぞれこのご登録なさっていて、で、うん、それぞれのお仕事の成果あるいはその成績、はい、あるいはその、うん、クライアントさんからの評価っていうものが、うん、全部こうこのオンライン上に掲示されていると、なので。まあ、お仕事を頼みたいなっていう時に、うん、まあ、どのジャンルのお仕事の、方を探し、まずは探して、うん、で、その中から、まあ、一番この自分にフィットするような方を探して仕事を頼むことができると。ね、というのが、基本的な、クラウドソーシングのサービスの仕組みになっていますね。結構指名して、あなたお願いしますっていう感じで頼まれる方が多いんですかね、うん、そうですね。大きく分けるとその二つがあってですね、うん、もうそういうふうにまあ、自分自身で、自分にの今のその仕事に合ったものは、うん、やってくださるのどなただろうっていうのを探して、うん、直接声をかけるって方もいらっしゃいますし、うん、逆にコンペ形式という仕事もあってですね。はいはい、コンペ形式。これはざっくり言うとコンテストみたいなものなんですけれども、はい、例えば製品のキャッチコピーとか、うん、ネーミングとか、うんうんうん、この間あったもので大きなものですと大塚食品さんのボンカレーというのは、はいはいはい、まあ、ボンカレーね、超定番、はい、もう日本の国民食、はいはい、ボンカレーですけれども、こちらの、製品のキャッチコピーを募集しますと。変わるんですか。なるほど。で、こちらをですね。そこですか。なるほど。すいません、そこですか。すいません、違うとこで突っ込んじゃいました。申し訳ない。すごい声を聞いちゃったけど。いやいや、確かに。はい。昨年にリニューアルをしまして、はい、で、今度、今までお湯で湯煎をするっていうのがスタンダードだったんですけど、はいはい、電子レンジで調理できるようになってるんですね。で、これをもっとより多くの人に、あと美味しさもセットで伝えたいってことで、ね、キャッチコピーを募集すると。で、そうなんですね。それで、この間集まったのはもう5000件近い。5000件集まるんですか？ものが集まりまして、で、最終的に採用されたのがですね、スマホから応募したっていう主婦の方です。まあ、今までだとこういうものって、なんて言うんでしょうね。まあ、いろんなまあ、プロダクションさんですとか、うん、そうですね、まあ、専門の事務所のところで、うん、まあ、これですっていう形で、もうバシッと提案して、それが採用される、何十万円みたいな感じだと思うんですけれども、うん、これをもう、スマホからパパパッともう、川柳みたいな感覚で応募した。ちなみになんですけど、うん、はい、お仕事というからには、それは、1位になった方には支払い、
がされるという。そうですね。今のその先ほどの直接交渉してっていう形ですと、はい、そのお仕事に対して支払われますけれども、はい、今のそのコンペの形式、はい、コンテスト形式になってくるとこちらはもうその採用された方にだけ支払われると。なんか感覚的に、なことで言うと賞金みたいな感じですよね。うん、そうです。検証検証みたいな、ね、みたいな。なるほど。でもすごい便利ですよね。仕事って言うとそういうイメージなかったですけど、うんうんはいはい、だってそれボンカレーさんの方からしてもいいですよね。多額のお金を払って誰かまあコピーライターさんですかね、うんうんうん。そういったお仕事される方に頼んでしまうよりかは、いろんな人からいろんな意見を聞いて選んでいけるっていう。うんうん、そうです。そうですね。さらにデザイン会社に発注するよりも安いわけですか、最終的にお支払いするの。まあ、そうですね、その、まあ、もちろんその報酬次第っていうところはあるんですけれども、まあ、これだけ多くの方に、まあ、そのいろんなその、まあ、企業に発注する場合にもいくつか提案は出てくるでしょうけれども、はい、5000件を集めるっていうのは容易ではないですからね。すごいですよね。まあ、もちろんそのボンカレーさんっていうビッグネームの元集まったっていう件数ではあるんだと思うんですけど、すごいですよね。やっぱそれだけ在宅でこう家にいながら主婦の方なんか子育ての合間なんかに働きたいなと思ってる人が多いっていうことの表れですよね。はい、ね、実際そのプロフェッショナル、まあ、その例えばデザイナーのプロの方ですとか、うん、あとその、まあ、アプリケーションの開発のエンジニアさんですとか、うん、そういうその、まあ、もともとフリーランスとしてやってらっしゃった方っていうのも、うんうんうん、まあ、たくさん登録なさっているんですけれども、うんうんうん、最近はそのシニアの方だけでももう1万人以上登録なさってますし、60歳以上ってことですか。そうなの、55歳以上ですね。で、あとはそうですね、その女性の方も、まあ、半分近くまあどこ登録なさっていて、うん、で子育て中の方っていうのもかなり多くいらっしゃると、うんうん、直接こう私たちの方でもそのどういう感じで使ってるんでしょうかってお話伺う機会多いんですけれども、はい、まあ実際聞いてみるとやっぱり子育て中の方というのは まあなかなか外には出られないわけですよね。うん、でただ例えばお子さんが眠った後、うん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 、15分とか30分とかちょっとだけこう時間はあって、しかもそれが結構たくさんあるんですね、うんうん、細切れに。でその時間全部足すと結構な時間にはなるんだけれども、うん、なかなかそれを、まあ、そのフルで働くことはできないみたいな状況が生まれやすいというところがあるので、そこを埋めるような、例えばその先ほど言ったそのキャッチコピーだっていうのはもう本当5分とか10分とか、うん、そのぐらい時間あればもうさささっとこう、うんうん、できちゃいますよね。まあ、今回のテーマでもあるんですけど、クラウドソーシングが女性の働き方を変える、はい、聞いてるとですね、まあ結構女性のためのような感じもするんですけど、村田さんご自身は男性じゃないですか、はいはい、そのクラウドワークさんに参加されたきっかけとかっていうのは一体。そうですね、私自身はもともと雑誌の編集の仕事をしていまして。それは知りませんね。雑誌の編集。雑誌の編集。で、まあそれでその編集者としてしばらくやっていた後に、ちょっと今度メーカーの方に入ってですね、そちらでその広報の仕事をしていたんですけれども、まあどちらの仕事もですね、なんていうのかな。まあ何か新しいことをしたい。新しいそのキャンペーンやりたいとか、新しいその企画をやりたいみたいな時には、社内にそれをできる人は、いないんですよね。あ、なるほど。例えばその雑誌なんかで分かりやすいところで言うと、その新しいコーナー作りたいと、はいはい、でロゴを考えなきゃいけない、はいはい、あとそのまあライターさん探さなきゃいけないとか、はい、そういった時にまあその先輩が使ってる人を使うのはちょっとあれだなとか、うん、忙しくて使ってくれないとか、ちょっと変えたいよなとか、こういろいろあるじゃないですか。はい、そうするともう自分で探すしかないわけですよね。うん、で、やっぱりその企業のその広報やってる時もやっぱりそういったような経験が多々あってです、例えばそのアプリ作りたいんだけれどもと、あとはその、まあなんでしょうね、そのムービー作りたい、はい、そういった時に、結局その自分で探す、あるいはその新規の事業をやりたいみたいな場合には、そんなにそれなんか儲かんのみたいな話になっていくと、そんなに予算かけられないですよね。なるほど。なのでそういった時に、まあ、限られたコストでそのできるだけ面白いことをやっていくってなると、どうしてもその足で稼ぐみたいな、そういうその話になっていく。その時にこのサービスのことを考えると、これ圧倒的に便利じゃないかと、何か新しいことをやってみたい、新規なことにチャレンジしてみたいってことを考えている方にとっては、これ使わなきゃダメだろうという
う思いがありまして。ということはそのお仕事を発注する側の利用者さんっていうのはやはりそういう今ご説明いただいたような感じの方が多い、ね、そうですね。その、まあ、既存の事業の中で、その少しこれ外注をして、うん、で、それをその空いたリソースでまた新しいことをやりたいっていうふうに考えていらっしゃるような企業の方もいらっしゃいますし、うん、あとはその、なんて言うんでしょうね。あの、二人、例えば企業で、まあ、まだ小さな企業で、まあ、二人ぐらいしかいない。うん、でそこで三人目を雇うほどのまだ状況ではないんだけれども、三人目の力が欲しい瞬間っていうのはあります。あります、あります。そういった時に、その、さっとその力を借りることができる。しかもその、明らかなその才能がもうはっきりと分かりやすい感じで借りることができると。そういう、あの、利用をされてる方は、多いですかね。すごい、なんか話聞いてると、はい、ウィンウィンっていうか、なんていうんですか、もう。働く方もね。もう働く方も、外注する方も、はい、なんか、至れり尽くせりな、なんか、すごい仕組み、ね。仕組みですよね。これでも、もともとビジネスとしては、日本で発祥したものではなくって、アメリカなんですよね。そうですね。アメリカの方でこれが始まって、それを日本に持ってこられて、まあ、今伸ばしてるのはクラウドワークスさんっていうことなんですよね。そうですね。はい。なので、あの、日本のその海外のサービスとのちょっと違いってとこちょっと話しますと、その、どうしてもその海外のそのクラウドソーシングサービスってか、もともとクラウドソーシングサービス自体も契約の文化ってところがはっきりしていて、もう、あの、記載されている以外のことはもうやりませんみたいなところがこう、まあ、海外ってそういった形の文化じゃないですか。ただ、日本の商習慣ってちょっと違っていて、その、まあ、こういう形のものをやって、やってみたいんだけれど、どうしたらいいぐらいの、割とふわっとした発注の仕方というか、発注というのもむしろ相談に近いような形。なので、ちょっとその、海外の事例なんかと見ていても、日本のその、まあ、クラウドワークスの、その、でのその、いろいろなされている、その仕事の内容って、ちょっと違うな。例えば、ですね、ちょっとあの、面白そうな案件をちょっと見てきたんですけれども、はいはい、ホームページを作ったんだけれども、元に戻せなくなってしまった。元に戻せなくなった。元に戻す。元に戻したい。あのブログを作ったんだけれども、元に戻せなくなってしまったので、戻してくださる方。なるほど。希望。これは面白いですね。すごい事案ですね。戻したいっていう事案は。まあ、私も初めて。もうこの時点でかなりもう相談元で、お悩みであろうと、いうことが。悩んでますけどね。これは悩んでます、ね。そういうような仕事もあれば、まあ、製品のキャッチコピーか、先ほどが言ったようなそのキャッチコピーを考えていただきたいというものもあれば、はい、あとは、クロスワードパズルを作っていただきたい。ああ。面白い。え、やりたいですか？やりたい。応募されたらどうですか？あ、やりたい、そんなね。やりたいんですね、それ。だってもう解くもんだっていう意識がありますから。作る人のね。作るっていう意識はなかったですから。うん、ですよね。あとは、そうですね。電卓の思い出を500文字で。とか電卓 どっかの計算機メーカーですよ、ね、おそらく。あれですか、電卓と私みたいな感じで。電卓と私みたいなものをちょっと、多分それあることないこと書いちゃった。いや、あることないあることを書いてください。ないことないですね、はい。そうですね。うん、あとは、最近ちょっと面白いところだと、ゲームのキャラクターの、まあ、スマホ用のゲームなんですけれども、はい、これのキャラクターのアイデアを落書きでいいから応募してくれと。なるほど。で、これ書いてくれたら、まあ、自分たちのゲーム流にアレンジをする。して、あの、実際に使うからっていう形で。はい、これも今、見てきたところ250近く集まってます。すごい。来ますね。そのキャラのネタの募集みたいなことですね。そうですね。そう。そんな軽い感じで。すごいですね。はい、なんか、内職っていう言葉で言っちゃいましたけど、もっと多岐にわたりますね、なんか。すごいですよね。もちろん、この、まあ、いわゆるその内職に近いような、その記事執筆してくださいですとか、うんうん、あとはその、まあ、あの、写真のトリミングを何百点ぐらいやってくださいですとか、はい、そういうふうにもう、あの、普通に淡々とやっていくようなタイプの仕事がある一方で、こういうその数分ぐらいでできるような、うん、その、一攫千金的な、ちょっとその代わり代の仕事とか、その気分転換でできるような仕事っていうところもあるので、まあその先ほどのその女性の働き方って話に戻ると、その子育て中で、もう子供と二人だけでずっといるだけの時間っていうのが、時としてやっぱり辛くなる時があったりすると。そういう時に、その気分転換
であり、その誰かの役に立っているっていうような感覚を味わいながら、ちょっとそのお小遣い稼ぎができる、そういうような感覚でやってらっしゃる方もいますし、その一昨日のに話聞いた話ですと、意外と稼げてしまって、で、授業にしましたみたいな。授業にしちゃうんですか。素晴らしい。すごいですね。授業始まっちゃいましたよ。素晴らしい。始まっちゃいますね。そういう方もいらっしゃいましたね。いやでも素晴らしいですよね。なんかどんどん社会に女性が進出してるとはいえ、やっぱりこう会社にいざ子育てをしながら戻るってなると、それはもう大変なことだっていう状況がある中、それであと幼稚園だとか保育園の預かりの問題とか、預かってくれる人がいない、でもスキルは持ってるっていう女性がたくさんいるわけですよね。そうですね。でなんかその面白いキャッチコピーは考えられないけど、ワードぐらいは使えますとか、エクセルぐらいは使えますっていう方なんかもう本当にたくさんいる中で、なんかもういいことずくめのそうです、ね、システムというか、はい、そうですね、ということになってますよね。非常にですね、そういうところで言うと、これから先がね、非常に、楽しみな会社さんなんですけども、ちょっとですね、後半にですね向けて、会社の人の今考えてるですね、クラウドワークさんがどんなことを今考えていて、でさらに今ちょっとこんなことが問題で、こんな人が欲しいとかですね、こんなことやっていきたいなっていうのがですね、あったらそのあたりも聞いてみたいなと思っておる次第でございますんで、はい、後半の方もよろしくお願いします。鈴木みのりのキャッチナウ。キッチンやバスルームだけでなく、リビングやベッドルームにもアート作品のようにタイルが住空間を彩ります。札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡と全国8カ所にショールームがあります。見て、来て、触って選んでください。タイルをアートに、名古屋モザイク。鈴木みのりのキャッチナウ。さあ、前半ではですね、いろんな細かいお仕事のことを聞いたんですが、はい、後半はね、こう大きな野望的なものを聞いていこうかと。クラウドワークの野望です。野望です。野望、企みなんかを聞いていきたいと思いますので、はい、で、ね、いいでね、はい、そうですね、クラウドワークさんが目指す世界っていうのは一体どういうものなのかっていう。はい。聞いてみたいですね。なるほど。そうですね。私たちの会社での、スローガンとしては、働くを通して人々に笑顔をというスローガンを掲げているんですけれども、まさにこういうその非対面でのお仕事を通じて、その仕事をやり取りする中で、その受注者さんも発注者さんも、それぞれも笑顔になれるような仕事を提供していきたいと。いうことでやっていますね。なるほど、なんか野望とか言っちゃいましたけど、ものすごい綺麗な、やだ、なんか心がそんなに人間だな私たちが。先ほど長谷さんがね、ウィンウィンって言ってましたけど、はい、まさにお客さんも、そうですね、やる方も、うん、仕事する方もウィンウィンの関係で、うん、笑顔になるっていう。笑顔ですよ、鈴木さん。笑顔です。私はその企みないですからね。言っておきますけど。はい、そうですね。で、まあ先ほどのその女性の話っていうところで言いますと、はい、今のその日本の女性の就業率っていうものがですね、ちょうど20代中盤から30代ぐらいまでのところで、こう途中でこう M 字になるように、一旦落ち込むんですね。はい、ね、で、これ何かって言って、やっぱりその子育てですとか育児とかそういうところで、一旦こう仕事を離れるという形になるんですけれども、実際そのクラウドワークスでのその利用の、まあ、登録者数見ますと、女性のところってやっぱりその M 字のところをちょうどこうピンって上がるような形で、そこがピークになっているんですね。まあもう、これはもう見るからに分かりやすく、そういう方が利用なさっているっていうところがもう明快に出ていると。なので、まずはそういったところに対して、そういったユーザーに対して、その活躍できるような仕事を提供していくというところ。ですね。で、まあ、ただそれをやっていくだけではそのいけないと思っていまして、はい、というのもその主婦の方というのはもうお一人でいらっしゃるわけですよね。はい、で、
私たちみたいに会社で働いていると、例えばその、あなたは今何々のスキルが足りないから、ここの研修行ってきなさいとか、今これからのトレンドはこれだから、ここ勉強した方がいいと思うよって、その同僚同士で話をしたりですとか、そういった機会ありますけれども、個人で働いていると、そういったものが、何がをやっていくべきなのかっていうのが見えにくい、分かりにくい。なかなか。分かりにくいところがありますよね。特にそのゼロから始めたなんて方ですと、どうしたらいいのかも全く分からないっていうような場合があると思うんですね。その、なので、仕事を提供するだけではいけないというところがありまして、で、なので私たちではその仕事とこの保証と教育ってこの3つを提供していきたいと。保証ですか。保証というのは、まあ、私たちのそのサービスの中で、その一定期間、一定のその収入を得ている方に対して、私たちのサービスでは、その、福利厚生のサービスってものも提供していまして。福利厚生があるんですか？社員のような福利厚生。そうですね。会社員と同じような福利厚生のサービス。例えば、その、まあ、ジムに行けるですとか、その宿泊施設、ちょっと優待まで選んで行けるですとか、そういったものもありますし、各種教育の、サービスも受けられるようなものも提供していますね。で、その教育の中ではですね、一つあるのが、オンラインの、教育事業ってものもやっていまして、はい、東洋美術学校という専門学校さんと一緒にですね、はい、オンラインで、そのデザインの授業が受けられる、そのロゴデザインの基礎ですとか、色の基礎知識ですとか、そういったものをその提供すると。まあ、スクールの授業って結構どこでもこうやっているかと思うんですけれども、はい、私たちのそのサービスって、その全国に利用者さんがいるので、例えば東京でだけやってますなんていうと、まあ、非常に不公平なわけですよね。どこでも仕事ができるって言ってる一方、セミナーは東京だけなのかっていう話になってるので、まあ、そういった点もあって、その今、スクーさんというオンラインの生授業をやられてる、スクーさんね、はい、ところと一緒にやらせていただいてるんですけれども、実際授業やってみますと、もう本当全国各地、海外から生徒さんもいらっしゃったりですとか、そういった形でやってます、ね。すごいですね。だから普通の企業、会社で行ったところの研修とかフォローアップ的なことがオンラインでできてしまうと。そうですね。いうことですよね。そこを目指して広げていきたいというこういう話ですよね。なるほどな。そうですね。実際そのサービス、先ほどその一番最初にその通信簿っていう話をしましたけれども、はい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 、実際にそこでその仕事をしていくと、同じような仕事をしていらっしゃる方が、どういう資格を持っていて、でどういう報酬を得ているのかっていうものが徐々に蓄積されていってるわけですよね。それ分かっちゃうんですか？それをその、まあ私たちの方で、データを分析していく中で、はいはい、あなたは今こういうことやってるんだから、この先こういったことやった方がいいと思いますよ。それをアドバイスする。そういったことを、まあ、羅針盤じゃないですけれども、そういったことをその提供できるようになると、より、すべての方にとって、まあ、今まではこういった仕事、こういう授業があります、こういう資格がありますってことを、ラインナップをお見せすることしかできなかったのが普通ですけれども、まあ、今、あなたはこうだから、これをやるべきだと思いますよっていうように、まあ、裏付けされた形で、紹介することができる。なるほど。なんかその会社の中でも、キャリアパス研修とかってあるじゃないですか。はいはいはい、こういった自分になりたかったら、社内でこういうこと頑張りましょう。はい、だけど、このクラウドワークスさんの場合って、家にいる主婦とかを対象にしてるってことは、キャリアパスっていうよりかは、ライフパスっていうか、家にいながらこういうことに興味があって、こういう仕事をしたかったら、こうしたらいいっていうふうに、なんかすごいなんか、一人ぼっちじゃない感じがしますよね。仕事にどう向き合ったらいいかっていうだけじゃなくて、主婦として、女として、人間として、どういうふうに働けばいいか、どういうふうに子供と向き合っていけばいいかっていう、なんか、一括してこう、なんか、受け負ってくれるっていう感じがしましたけど。えらい勢いで今、テンション高いですね。大丈夫ですか？目覚めちゃって。どうしました？いやー、すごい。目覚めちゃいましたけど、ね。目覚めちゃいました。はい、そうなんですね。共感しちゃいますよね。はい、やっぱ女性としては嬉しいですよね。ですよね。まさにそこは、で今ね、社会保険の部分であるとか、そのいわゆる福利厚生の部分が出てきましたけども、やはりこれは日本の今の制度でいうとなかなか難しいところもあるじゃないですかね。その正社員でなければとかいうところがあるんで、そのあたりのクリアがなかなかちょっと現状で課題になる可能性はありますよね。そうですね。ただもう今もその国もその非常に注目をいただいておりまして、はい、例えばその、まあ、なんでしょう。まあ、法改正の動きなんかもありまして、はい、今までだとどうしてもその、育児休業中に仕事をすることっていうものにやっぱりかなり制限があったんですけれども、ここをちょっと緩和して
行こうというような動きもありますし、今働く女性あるいはその仕事今子育て中で何らかのその休んでいるような女性に対して、うん、もっと働く機会を提供していこうというものは、うん、国の動きとしてもその今広がりを見せているところなので、はい、ある種私たちとその、自治体、あるいは国が、共同して、女性に対して仕事を提供していけるような環境が整いつつあるんではないのかなと、かなり、ポジティブな状況にあるんではないのかなというふうに感じていますね。どうですか、長吉さん。これはもうですよ。これはもうですか。みんな利用するっきゃないですよ、本当に。そうですね、もう宣伝隊長として何か選抜かないかと思って、ね、動いた方がいいんじゃないですか、ね。スクープしたいぐらいですよ、本当に。そうですよ、ね。もう利用者はだから増加の一途をたどるんじゃないですか。そうですね。これからどんどんそういったポジティブな、状況も鑑みると。そうですね、本当のこういった形でいろいろなところにお招きいただく機会も多いですし、その度にこう何かそれを知った方が次々と登録なさっていくというのが非常に良いサイクルになっているので、今回もちょっと期待してるんですけど、そうです、いやぜひぜひ、こちらの番組では比較的仕事を発注する側の方がスモールさんの会員さんですよ ね、1600社ぐらいはあると思いますので、そちらの方々が、いかにその使いやすいサービスなのか、今はちょっとね、お話をしていただいただけでも随分使いやすいというか、形だとは思うんですけれども、より一層その使う側っていうとあれですけども、お仕事をお願いする側の企業のメリットっていうことで言うと、何かこう、今後こんなことやっていきたいというのはあるんですかね。現状としては、今その、利用しているクライアントさんが今、2万6000社ほどいらっしゃってですね。本当にこれ、すごい数だなというふうに思っているんですけれども、実際に今その日本全国の企業数っていうのは380万近くあるんですね。はい、で、そのことから考えると、今本当にたくさんの企業さんにご利用いただいてるんですけど、本当に今ご利用いただいている企業さんっていうのはもう、なんていうかな、もう非常に早耳というか、そういったものに非常にその、理解度が高くて、その使いこなしていらっしゃる企業様なんですね。なので、この先は、そういったものをまだ知っている、あるちょっと聞いたことがあるっていうような企業さんに対して、どういったメリットがあるのかっていうところを、まずは伝えていって、体験していただく。はい、そこのまだその広げていかなければならないっていうのが過程にあるのかなと。なるほど。なんかキャッチナウらしくなってきましたけど、話題がね。だからお呼びしたんですけどね。そうですね。そうでした。そうでした。だからお呼びしてるんですけど。で、そういうことで言うと、今ね、2万6000という数もすごいんですけども、今お話に出てきたのは比較的 IT 系の会社が多いような印象もあるかもと思いますが、先ほどね、ボンカレーじゃないですけども、メーカーさんがお使いになられるっていうケースも非常に多いですし、今比較的大手の企業さんが多いかもしれないんですけど、中小企業のですね、皆さんでも、やはりその、本当、こいつなんですけど、安いコストでいい仕事をしていただけるということで言うならば、まさに中小企業のですね、経営にはもううってつけの、仕組みだと思いますので、ぜひ、使わない手はないと。ないですね。ということで、クラウドワークスというですね、ぜひ Google 先生に検索してください。そうですね。Google 先生に聞いてみてください。先生が教えてくれる。Google 頼み会っていう、ここまで喋っといて、最後。最後そこかっていう。Google に投げるの。まあ、そういう話もありますが。はい、そういうふうにね、していきたい。で、最後なんですけど、クラウドワークさんとしては、今、企業数をどんどん増やしていきたいということでもありますが、もう将来の展望と、俺たちが征服するぜでもいいんですけど、あるんですかね、思いというのは。そうですね。もう最終的にはもう今、その、日本どこでも場所、時間や場所にとらわれず働けるっていうようなその世界を提供していきたいっていうふうには考えておりますので、はい、あれですね。最初の、社会人になる時の仕事の選択肢として、もうクラウドワーカーになろうっていうような。クラウドワーカーですね。たくさん出てくるようになれたらいいなと。思っております。そうするとですよ、今、はい、問題になってるニートさんたちなんかは、いい第一歩になるかもしれないですよね。素晴らしいですね。どういった理由でニートでいらっしゃるかわからないですけど、はい、ちょっと外に出ることに抵抗がある方はたくさんいると思うんですよ。はい、その点、お家の中で自分のスキルでこうやっていける仕事ですから、いろんな人にこう可能性が広がっていくっていう感じですよね。素晴らしい。いや、もうまさに。なんかもう感動しちゃった。感動しちゃいました。なんかちょっと今日テンション違いますよ、ね。すみません、本当になんかもう。すごいですよね。もう言いふらしますよ。言いふらし、ぜひ言いふらしてくださいね。そうですよね、皆さんね。ぜひ、ということで、本日はクラウドワークスの村田さんをですね、お迎えして、はい、お送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
鈴木みのりのキャッチナウ。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。鈴木みのりのキャッチナウ。はい、そういうわけでですね、第2回、終了したわけなんですけども、今回ねゲストのクラウドワークスさん、はい、なんか長谷さん妙にテンション高かったんですけど、もう感動しちゃって本当に、はい、こんないいのあんのかと、もっと早く教えてよっていう、教えてよと、さすがキャッチナウだって思いましたね。キャッチナウのね、もう本当にキャッチナウのコンセプトぴったりの、お話ができたんじゃないかと。思ってためになりますよね。ためになりますね。ためになりますよね。私なんか特にあの横文字に疎いんで。横文字に疎くちゃまずいじゃないですか。いやあなたどちらかというと外国人枠でしたような。いやいや、それでもやっぱりね、カタカナのね、和製英語とかね、難しい IT 関連の用語はやっぱりちょっと。やっぱりね。あそこはね。まあまあまあ、そういうことで言えば、はい、勉強にもなる、キャッチナウでございますけども。はい。はい。ということで、第2回終了で、次がですね、はい、6月の23日の予定でございます。何をするかはまだ決まってません。まあね、いただいてます、ご意見、感想なんかをもとにね、なんか考えていけたらいいですよね。この時点でいただけてるかどうかまだ分からないですけどね。まあ、なんとも言えないですけど。ある程度。ある程度、ああ、そうです、ある程度ね、やらせていただきたいと思うんですが、まあ、そういうご意見もね、反映させていきながら、から行きたいと思いますんで、また皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。手を振ってますよ。